レクサス SC、SC、SC、レクサス SC は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスから、1991年から2010年にかけて販売されていた、クーペ、初代モデル、もしくは、コンバーチブル、二代目モデルである。1991年、北、アメリカにおいて発売されたクーペが、初代モデルであり、 2001年に発売された2代目、モデルはコンバーチブル仕様となった。いずれのモデルも、日本ではトヨタブランド、トヨタ店、トヨペット店から、トヨタソアラの3代目、4代目モデルとして販売され、2005年8月のレクサス国内開業時に、日本でもレクサス C に社名が変更された。2010年7月末をもって、生産終了となり、 後継モデルの有無について、現時点でレクサスから公式の発表はない。1989年に北米で開業したレクサスブランドで初めてのクーペとして開発され、1991年に SC400、LS400 と同じ4.0リットル V 型8、気筒一数 FE 型エンジンを搭載、1992年に SC300、 GS300 と同じ3.0リットル直列6、気筒に JZG 型エンジンを搭載がそれぞれ発売された。デザインはカリフォルニア州のデザインセンター、ケルティによるもの。北米市場での評価は極めて高く、1992年にモータトレンド、モータートレンド史主催のインポートカーオブザイヤーを受賞、カードライバー、カードライバー氏の テンベトカーに1992年から4年連続で選出された。これにより、日本では1992年、平成4年7月に 2.5GT ツインターボをベースとした特別使用車、米国カーオブザイヤー受賞記念車が発売された。1998年、エンジンに可変式バルブ、VVTI を搭載、s c 4 0に5速 AT が採用され、 SC300 の5速 MT モデルは廃止された。2代目モデルは自動開閉式のアルミ製ハードトップを持つクーペカブリオレとなり、1999年の東京モーターショーでプロトモデルとなるレクサススポーツクーペがワールドプレミアとなり、2000年のパリーサロンで市販使用者が公開された。二千一年に正式発売。日本では同年同系モデルが トヨタソアラの4代目モデルとして発売された。初代とは異なり、デザインは欧州と日本で行われている。初代、ビッツのエクステリアデザインを手掛けたソティリスコボスの原案をもとにデザインされた。乗車店員は4名であるが、多くの高級オープンカー同様に、後部座席は強小であり、着座には適さない。ラゲージスペースは、ルーフオープン状態でも、 ゴルフバッグ1個を収めることができる。自動開閉式のハードトップは当時世界初となるすべての駆動電気モーターによって行うタイプで小型モーターを10個搭載している。自動開閉のルーフという複雑な機構を持つ一方で性能、品質面での信頼性も確保しており、市場調査会社 JDPAR による米国自動車初期品質調査 X では2004年 2005年と2006年にプレミアムスポーティー部門の第1位を獲得しているほか、米国自動車耐久品質調査 VDS では2006年、2007年、2008年と2009年にプレミアムスポーティー部門の第1位を獲得している。2001年よりトヨタソアラの4代目モデルとしてトヨタブランドから発売されていた当モデルであったが、2005年8月、 日本でのレクサスブランド開業に伴って、トヨタソアラの名称は良し、マイナーチェンジを行った上で、世界市場と共通のレクサス SC に改められることとなった。目標月間販売台数は100台と発表された。2005年にマイナーチェンジし、2006年モデルに移行。日本におけるレクサス SC としては、これが初代モデルに当たる。レクサスへの移行に伴い、 従前はオプション装備であったカーナビゲーションシステムやマーク・レイビンソンプレミアムサラウンドシステムが標準装備化されたほかメーカー保証などのアフターサービスやコンシェージュサービスなどの各種サービス品質基準向上分などが付加されたため価格はソアラ時代より上昇したが販売台数も増加したエクステリアデザインは GS3 代目合 s 2代目にも採用された レクサスの共通新デザインコンセプト、エルフィネス。エルフィネスを一部に取り入れる形でリニューアルされ、それら新世代レクサス車と共通のイメージを持たせた。新デザインとなったフロントグリルなどに、それが見受けられる。また、リアコンビネーションランプも LED を採用した新デザインのものへ変。ヘッドライトも自社の進行角度を明るく照らす、インテリジェント AFS を搭載した。 ボディカラーも全11色となって、他のレクサス車、g s イズなどにも採用された斬新な色も取り入れられるなど、それまでのトヨタソアラのイメージを払拭。その後の2009年モデルでは一部カラーの差し替えが行われた。パワートレーン系は、エンジンが LS3 代目にも搭載されていた4.3リットル V 型、8気筒エンジン、サンス FE 型のみで、 これにより、グレード体系は SC430-1 モデルのみとなっている。最高出力などのスペックに変更はないが、排出ガス浄化性能を向上させている。AT は5速から6速へと変更され、シーケンシャルシフトマチックとなった。シャシーは、フロアの板厚アップをはじめとして随所に補強が加えられた。その結果、前期型よりもじり、 合成を40%以上向上させ、オープンボディ独特のボディ剛性の弱さを解消した。またサスペンションは、新型のモノチューブダンパーを採用するなど、合成が向上したボディに合わせてチューニングされた。タイヤホイールのサイズは、前期型と同じく18インチだが、ホイールのデザインを変更。またホイールカバー、メタルフィールガーニッシュの色調は、サテン調か、スモークメッキのいずれかが、 選択可能になった。スペアタイヤの搭載を省略できる、ランフラットタイヤも引き続き、メーカーオプションで選択可能となっている。インテリアは、ドアトリムとシート、そして本、木目パネルのカラーをそれぞれ選択できるようになった。ドアトリムとシートのカラーは、ブラックエクリュ、ノーブルレッドが引き続き設定されほか、新たに新色のキャメルが仲間入りした、サドルタンは廃止。ただし、 ノーブルレッド本革とブラック元決めハネルのインテリアは一部の外装色とは組み合わせが不可能となる。e t c と SRS ニーヤバッグ、運転席、助手席を標準装備とし安全性と利便性を向上させた。外反色が一部変更された。エクステリアでは他のレクサス車と同様に新デザインの LED ウインカー内蔵ドアミラーが 採用されて他社からの非視認性を向上させた。また、従前は、レクサス社で唯一 DVD 方式であった、カーナビゲーションシステムが、他社種と同様の HDD 方式へ変更されて、利便性を大幅に向上させている。また、インテリアでは新たに、ステッチ色もブラックエクリュ、ノーブルレッドキャメルブラックエクリュの5色から、指定できるようになり、 より幅広くコーディネートすることができるようになった。7月30日、事実上の最終生産仕様となる2010年モデルを投入。エクステリアはホイールが6本スポークデザインのアルミホイールに変更され、外装色に海外専用モデルとなるレクサス LX に先採用されていたブルーマイカメタリックを新たに追加し、同時に他のボディカラーも差し替えが行われた。 2010年1月20日、トヨタ自動車は SG の生産を同年7月末で終了すると発表した。それに伴い、200台限定販売の特別使用車、ザ・エターナルジュエルを発表、3月1日発売開始。インテリアで14種類のカラーコンビネーションを、エクステリアでも、ボディとルーフのカラーコントラストが選べる6種類を設定した。このか、シフトゲートに、 専用のシリアルナンバープレートを装着し、専用の木目オーナメントや専用オーナメント仕様の、キー一体マルチファン、クションワイヤレスドアロックリモートコントロールを採用した。1981年2月に登場した、トヨタソアラから約29年間続いた、トヨタ自動車製の大型2ドアラクジュアリークーペアコンバーチブルモデルは、2017年3月に、 LC が発売されるまでの約7年間、その歴史に一旦幕を下ろすこととなった。2006年、平成18年から2013年、平成25年まで、トヨタスープラの後継として、スーパー GT に参戦。日本で、レクサスブランドの車種が、モータースポーツに参戦するのは初めてとなる。エンジンは2008年。 平成20年までは、ベース車両と同じサンス FE を使用していたが、スーパー GT のレギュレーション変更により、2009年、平成21年からは、フォーミュラ日本用、エンジンベースとした RV8KG に変更されている。鈴鹿サーキットでの開幕戦にて、トムスの秋坂都市アンドレロッテラー組、オープンインターフェース TOMSSC430 が優勝。 デビューインとなった。また、この二人は、2006年シーズンのシリーズチャンピオンの、栄冠に輝き、SC430 のスーパー GT、デビューイヤーチャンピオンを飾った。また、2007年、平成19年も同じく、鈴鹿サーキットの開幕戦で、セルモの立川雄二、高木虎之介組、全とセルモ、SC430 が優勝、SC に開幕に連覇、 スープラ時代も含めると3連覇をもたらした。なお、2007年シーズンにより、スープラは完全に撤退し、GT500 のトヨタワークスのチームはすべて SC430 を使用している。そして2009年シーズンからは、GT500 のトヨタワークスチームはすべて、チームレクサスの名を冠することになった。スーパー GT で公式に、レクサスのブランド名がお目見えするのは、これが、 史上初となる。そして、その2009年シーズンはトムス・セルモ・クラフトの各チームが一勝をずつし、その中のトムスは最終戦で見事逆転でチャンピオンに輝いた。その後2014年、平成26年により、ドイツツーリングカー選手権との企画統一に伴い、RCF にベース車両を変更し撤退した。 D1 仕様の SC430 が東京オートサロン2008に登場86の後継として2008年シーズンを大場戦からドル P より吉岡実樹が乗っている V8 のサンス FE から次期4の 3SGTE に乗せ替えエアロはトムスになっている2012年にはフォーミュラドリフトでが SC430 でアメリカチャンピオンに輝いている 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。